エベツは川によって生まれ、川によって育てられた。母なる石狩川は、遠い太古の時代より人々を受け入れ、多くの命を育んできた。エベツ、札幌市の北東に位置し、総面積 187.57 平方キロ、人口12万余、そのうち80平方キロが市街地を取り囲むように農地が広がる。しかし冷淡地であり、開拓の当初より入植者にとって多くの困難が待ち受けていた。その荒れ地を人々は掘り起こし、馬に引かせ、そりに土を積み、気の遠くなるような時間と労力を費やし、客道をし、今日の肥沃な土壌の農村地帯を作ってきた。今日の江別の農業は、米作を主とした農業から麦の作付け拡大へと変遷している。特に針豊かに代表される初等巻栽培の作付け技法は、江別独自の方法として、品種は良いが育成が難しいといった従来のあり方を根底から変えるものとして、今や全国に知られることとなった。このことは、生産現場、製粉工場、大学、研究所などが、すべてこの江別にあることが大きな力となった。江別製粉では、地域の優位性、品種の独自性を考え、従来いくつかの品種を混ぜての製粉工程、一度に大量の小麦粉を製粉する大型プラントを、品種別、農家単位でも製粉できる全国で初めての小型プラント F-SHIP を設置、小麦のブランド化を進める大きな力となっている。従来北海道の商品は、明太子、昆布などに代表されるように、原材料のみの生産出荷が主であったが、江別小麦麺の完成により、地元で作られた原材料を他の品種と混合しない独自の小麦プラントにより製粉し、地元の麺メーカーにより江別小麦麺として一貫した生産流通のシステムを作ることに成功した。ただそれが仲良し講師のですね、集まりだけじゃダメじゃないかということで、何か具体的なアウトプットしたいということで、この江別ラーメン作ろうよという話をさせていただいたのはもう1年前なんです。でも特にですね、希少品種と言われている春豊か、そうしたですね、小麦が、この江別ブランド、江別小麦麺を作るにおいて、地元の研究機関はもとより、産業界、行政、そして市民有志による江別経済ネットワークの果たした役割は計り知れない。このことは、今江別で小麦だけにとどまらず、工業製品も含め、いくつかの商品開発、製品化のプランニングが進んでいる。また時代の先端を行く独自の商品の開発を進める試みが、
企業の中から出てきている。地元の素材により作られ、地元の消費者、市民にその良さを知ってもらい、そして全国へ発信する。江別方式といわれるこの地産地消を原点に置いたブランド化システムは、今日全道だけにとどまらず、全国の熱い注目を集めている。球体型の依存経営から、企業自身が自ら独自の商品のブランド化を進めている。今、江別が面白い。この町に多くの人々が生まれ育ち、そして訪れ、この地で悲しみを知り、この地で汗を流し、この地に自分たちのふるさとを作り、この地を愛した多くの人々がいた。町の姿は大きく変わった。これからも変わっていくことだろう。江別に住む人々の思いと願いは変わることはないだろう。なぜなら、遠い昔、アイヌの人々がこの地江別を称して一仏、大切なところへの入り口と言ったように、いつの時代にもこの町へ集う人々は、大切なものを継承し、自ら探し求め、歩み続けていくことであろうから。